はい、おはようございます。サーシャイマルマです。現在私はこちら松浦鉄道の有田駅の方に来ております。今日はですね、日本で一番最西端のレールで走る鉄道を紹介したいと思います。ユイレールはモノレールなのでまた違う感じなんですけど、レールを使って走る日本で一番最西端の鉄は松浦鉄道だそうです。今回は伊万里駅まで乗車するんですけど、最西端の部分とかは行けないそうなので、その点はご理解ください。今回初見なのでどんな鉄道なのか気になりますね。それでは行ってみましょう。今回乗るのはこんな感じの車両で MR612 と呼ばれる車両です。なんか横には交通安全のなんか絵が描いたラッピングがされています。それでは乗ってみましょう。車内は転換クロスシート、ロングシートがある感じです。それでは行ってみましょう。列車は有田駅を出発しました。やっぱりローカル線って JR と接続していることが多いんですけれどもね、 JR の隅っこからこんな感じでいい感じのディーゼル音を鳴らしながら出発するっていう光景はね、非常に風情があります。また線路にねちょっと雑草が残っているっていうのもね、これもまたローカル線のねちょっとなんか草が生えてるようなね感じの部分もあって非常に面白いですね。どんな景色が待っているのでしょうか。松浦鉄道ではご覧のように貨客混載輸送というものをやっています。まあ名前の通り宅配便の荷物を列車で運ぶというようなね新たな取り組みです。列車は最初の停車駅二台橋駅に到着しました。いや、やっぱりローカル線といったらねこの一面のホームとねちょっと安っぽい駅舎、これもいいですよね。初乗り料金は190円とローカル線の方では安いものです。そしてこの駅名は何と呼ぶでしょうか。正解はですねこちら黒号です。いや黒川じゃないのかよ。そしてロングシートに座ってるわけなんですけどね、こんな感じでゆったりと広がる田舎のね風景、これもねやっぱローカル線の見どころだと思います。結構茶色い色多いな。列車は増宿駅に到着しました。この駅で有田駅列車と行き来違いを行います。実はこの増宿駅の右側にある駅舎、これはね実はなんと1898年からねあるめちゃくちゃ古い駅舎となっているそうです。列車は西有田駅を出発します。ご覧のように駅舎は赤レンガの、ね、建物となっていて、なんか他の駅とはね変わった感じの駅舎ですね。建物も立派でこれはね見応えがありますね。駅名看板もね JR 九州の方です。そして奥に見えるのは有田町の役場です。結構綺麗な建物ですね。列車は扇駅に到着しました。いやこれ見てくださいよ、山にねいい感じにね広がる住宅、いい感じの棚田、これ絶景ですよ。はい、次もね難しい駅名ですね。夫婦石って呼ぶのかな。いやこれまた難しい駅名ですね。また後で、ね、紹介します。また有田鉄道ですね、ご覧のように観光案内の車内放送を流してくれるのが魅力ですね。あ、夫婦石と呼ぶんですね。このような夫婦石って呼ぶような場所は2つの石が並んでいる感じの場所で、日本各地に、ね、ある場所だそうです。列車は夫婦石駅に到着しました。2面の線路は北シンプルな駅です。そして左側にはいい感じの田園風景、奥にある山もねなんか地方に来たなという気分をね感じさせていて、個人的にはね非常に心が落ちています。列車は伊万里駅に到着しました。左側には佐世保方面から来る列車の線路が見えます。またこの伊万里駅ではですね、佐世保方面の列車と有田行きの列車がね系統分離をしています。なので有田から佐世保に直通する列車は存在しません。またこの駅では JR 筑紫線と乗り換えできるんですけれども、伊万里駅はねご覧のように東端式のホームとなっています。なのでね松浦鉄道と JR はね完全に駅がね分かれているというようなね面白い構造の駅となっております。ちなみに JR の駅はねこの改札を出て道路を挟んで反対側にあるので乗り換えは少し面倒くさいです。はい、伊万里駅に到着しました。車両はこんな感じですね。ちょっと今からね伊万里市の観光動画を撮るので、またその動画はね旅グルメチャンネルに投稿します。結構面白い場所なので概要欄からご覧ください。はい、次はねなんかさっきすれ違った沿線の見どころラッピング車両ですね。有田焼、伊万里牛、フグとかオランダ商館などが書いてあるラッピング電車ですね。これ乗って有田駅に戻ります。
列車は伊万里駅を出発しました。いや、ローカル線の鉄道っていうのは左側に運転席があって、右側はね、立ち席スペースになってることが多いので、ご覧のように全面展望をね、線路のスレスレの場所から見ることができる。これはね、ローカル線の見どころといっても過言ではありません。また JR のね、機動車の中でも一部こういうようなタイプの車両があるとテンションが上がります。そして列車は進路を左に変えます。右側の線路は佐世保方面に行く列車の線路となっています。結構速いスピードで走っていますね。ここで松浦鉄道について少し解説をします。松浦鉄道は昔 JR 松浦線だった路線を第三セクターにし、松浦鉄道西九州線としたものとなっています。有田駅から伊万里駅を経由して佐世保までの路線の長さが 93.8km と意外と長いです。また日本最西端の田平平戸口駅などがあり、路線には見どころがたくさんあります。皆さんもぜひ乗ってみてくださいね。列車は山谷駅に停車中です。この駅には北駅名というものがあり、丘の棚田という別名がついています。いや、絶景という言葉は読み取れますね。列車は雑宿駅に到着しました。ご覧のように駅舎が木造駅舎になっています。しかもこの駅舎がね、100年以上経っているっていうことはね、すごいですよね。そして列車は有田駅に戻ってきました。右側に見えるのは JR 佐世保線の線路となっています。やっぱり雑草がいっぱい生えてますね。いや、やっぱり山の中と田園を走るローカル線ってね、やっぱり日本人の心を癒してくれる最高な乗り物だなっていうのを今回乗って改めて実感しました。有田駅に戻ってきました。こんな感じでちょっと田舎な雰囲気ありますね。これでこっちにはコンテナが大量にあります。これでこっちにはブルルルなってますけど、なんか来るのかな。あ、特急ですね。783系、緑とハウステンボスの連結ではなくて緑だけですね。古いタイプのやつです。これも水戸岡さんがデザインした車両で、ちょっと古さがあるんですけれども、これがね、元祖水戸岡デザインの特急で、後々ね、これが発展して素晴らしい特急になっていってるそうです。はい、松浦鉄道の動画いかがだったでしょうか。初見だったんですけれども、絶景スポットや昔のね、古い駅があったりするスポットなんで、結構ね、短距離の乗車でも見どころがあったと思います。伊万里から先の佐世保の区間もかなり見どころがあるみたいので、これは別の機会に乗りたいと思います。この動画が良かったという方はですね、高評価、チャンネル登録、コメント、サンシャイン今村の公式 SNS 機能のフォローをどうぞよろしくお願いいたします。それではご清聴ありがとうございました。